いいかな。あれ、武器どこ行った？あ、転がっとるわ。うん、ちっちゃいのばっかりに。またおい、無理や。あ、川に長容器おるな。あ、いっぱいそこいますよ。ね、あんまりいっぱいおるな。ここホタル離していけるかな。あ、車来た。よし。アプラかなんか浮いてるし。チャイナばっかり。あんまちっこいな、うん、ちっこいのおるから大きなもどっかおるはずやけどな。大きくてもこれぐらいのサイズしか、いてない。ちょっと網返して。蓋の上にめっちゃちっちゃいの乗ってた。ちっこいね。でっかいね、イモリ。ちっこいのしか入ってないな。あ、これあれやね、網に油がついてるで。これ網についてますね。網に油ついてる。網入れたら油が、これ油がついたから。いや、そんなに余計ない。これなんか油ついてるわ。これ自身についてると思うわ。そっちの方入れてみて、向こうの方。いや、もうここも油いっぱい。多分それなんかついたんやと思うわ、はみに置いてるときに。よし、カニはおるけど。カニおる？カニ今こう持ってるかもしれへん。取ってみて。オスかなメスかな。メスやって今こう持ってるかもしれへん。入っていくわ。もう隙間に入っていくわ。おれへんな、うん、今去年の今頃結構子供も取ったんやけどな。カニさんも買ってみたらええんか。カニは陸地がいるからな、うん、いました。お前いいの、うん、こんなにいるんですね。まあ、ちっちゃいのばっか、この上にも乗ってるわ。この上にも乗ってる。ちょ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 。この上にも乗ってるの。潰れるの。あー、違うって。水飲まんでって。エビ、あ、帰ってきた。ちょっとこっち行こうか。いや、全然子供ですよ。いやー、すごい。一番大きいじゃないですか。はい、これが大人ぐらいかな。大人ぐらい。でももっと大きくなりますよ。ちっちゃいのおるでしょ。帰ったばっかり。帰ったばっかり。帰るかな。でも1ヶ月以上は経ってると思う、うん。エビってものすごい小さいからね。で見えへんぐらいやから。へえ。で、そうなんだ。
で、で、でいいですか？これが卵。ああ卵。淀川とかありません。あ、淀川いてますよ。淀川にもいてます。うん。うん。あ、うん、今うちの家の水槽こんだけいてる。まだこっちの端にも。なんかちょっと密度多すぎるからここへ持ってきてもいいかな。ここでここで買おうかと。大陸バラタナゴ。こういうのがね、綺麗なやつ。あ、ちょっと違いますよね、色色目が。オスメス。そういうことですか。オスしか。へえ。大陸バラタナゴ。あれですね。クワガタとかとら、あのこの間ずっと見てましたけど、車で。なんかね、ちょっと見てはる。楽しそうに。お父さんいてましたもんね、あそこ。これ釣った。で、今の。どこで釣ったんですか。これ、旧宝寺緑地。旧宝寺緑地、八尾の方。八尾の方ですね。鶴見八尾鶴見、八尾。八尾。そうだ、釣れるとこあるんです。野生ってことですね。はい、野生ではないですけど。まあまあ、野生っちゃ野生。見つけてきはるんですね、いろんなとこね。なかなかあんなん買えるもんですか。買うのはメダカ買うのとそんなに変わらない。一緒ですか。難しそうな気もする、ね、あの増やすつもりがないんなら。あ、そういうことですか、うん、増やすのが難しいですね。増やすのはね、貝二枚貝がいるんですよ。カラス貝とかね。